こんにちは。私は JA デイサービスセンター本宮で看護師をしております。機能訓練指導員としても皆さんと一緒に体を動かさせていただいております佐藤俊恵と申します。よろしくお願いします。普段デイサービスの中で行っている、高齢者向きといえばあれですが、基礎体力をつけるような運動をいくつかご紹介していきますので、一緒によろしくお願いいたします。まずはじめに体勢をとりたいと思います。座っていただきます。椅子に座っていただきますが、できれば背中は開けて座っていただくのが望ましいです。落ちませんので結構前に来て座っていただいて、 できれば足を気をつけよりも少し開きます。これは骨盤の幅で、肩幅も同じですが、骨盤の幅、肩幅で軽く開きます。この状態で肘掛けがある椅子の場合は肘掛けを掴んでいただいても構いませんし、足、太ももの上に膝に置いていただいても構いません。では首の運動から行っていきます。力を抜いて首を左右に交互に2回ずつ回します。右回り、反対にします。左回り、もう一回ずついきます。右回り、左回りにします。首はゆっくり動かしてください。次に手をブラブラと振っていただきます。手を振ることによって末梢血管が開き、末梢血管が開くということは血圧が安定することも期待できます。できれば1分から2分程度振っていただくのがいいかと思います。次に移ります。次は肩を動かします。肩の痛い方は無理しないでください。肩を動かすにあたってまず手を大きく上げます。上げてこの手前で回すのではなく、これだと腕だけが動いてしまいます。横で見ていただきますと、まず上げてから後ろに回します。後ろから大きくゆっくり動かしていただく。前でやっても同じですが、大きく上に上げたら後ろに回してゆっくりと動かしていただく。今度反対にします。後ろ、なるべく後ろです。後ろにして大きく動かします。動かしたいのは腕ではなくて肩甲骨です。肩甲骨が動いていれば大丈夫です。鎖骨が広がります。ここが広がるように前にも後ろにも動かしていただくと、なんとなく体があったかくなります。なんとなくさっぱりするという方もいらっしゃいます。これを前後に3回ぐらいずつ行ってみてください。次はそうですね、体幹部を動かしていきたいと思います。うちにあるもの何でも構いません。私は今農業新聞です。農業新聞をくるくるくるっと回しまして、丸めまして、すみません、細い棒状にします。これで自分のお腹になるべくつけてください。足は開いて、やはり、おへそですが、おへそをちょっと引っ込めてください。とお腹、腹筋に力が入ります。腹筋に力が入ると当然必然的に
背筋にも力がつきますので、お腹と背中の筋肉を両方一遍に鍛えることができます。なのでこの体勢が大事なんですね。で前に抱えていただいて、これを右にできれば、あ、右じゃない、右、こっちですね、右にできればここからもっと後ろに行きたいです。真後ろに反対にしていただいて、左にできる方は後ろ、最初はこうしか行かないんですが、これを振るのではなくて体幹部をひねります。ひねります。でこの動きがだんだん大きく後ろに後ろに動くようになりますので、左右右左右左とゆっくりで構いません。10回程度行ってみてください。続きまして、もう一つ棒を使います。棒をちょっと上げます。高く上げていただいて、ここから横に行きます。なるべく横に行きます。戻します。足は開かないと、気をつけたとひっくり返りますので、足はきちんと開いてください。右になるべく真横に行くように、落っこちゃうよっていうぐらい頑張ります。これも左右でゆっくりでいいです。右左右左、10回程度行ってみてください。はい、棒体操はここまでにしますね。で今度は足の方を動かしていきます。肘掛けのある方は肘掛けにつかまっていただきまして、ここにこういうふうにつかまって、肘掛けない方は椅子を直接つかんでいただいても結構です。足踏みをします。お腹引っ込まして、背中をちょっと伸ばしますね。伸ばしていただいて、これで足踏みをします。できるだけ軽く、あまりどんどんしなくて結構です。軽く、なるべく足を上げて、最初はあまり上がりませんが、徐々に大きく上がると思います。これを2分から3分程度、ご自分の体力に合わせてやってみてください。それでは一度深呼吸をします。一生懸命やってる方はかなりもう体が温かくなってきたと思います。次にちょっと立ってみたいと思います。立って行いたいのは鼠径部を動かしたいです。鼠径部は心臓から出た太い血管が通って足の先まで送ってやる大事な血管があります。リンパ節があります。腱があります。なのでここを動かすということが足の方の循環が良くなりますので、ここを動かしたいです。こう動かして回っちゃいたい。 できれば捕まっていただくものがあるといいですね。こういうものでも構いません。あまり低いものより高いものがいいと思います。この状態で捕まっていただいて、なるべく高く上げます。ひょんひょんひょん、これもゆっくりで構いませんが、これだと歩いている時と同じ動きですので、できれば高くゆっくり捕まってゆっくり、あまり低いのだと腰が曲がってしまいますから、高いものを持つのをおすすめします。こうですね。これも交互に左右10回ほどでいいかと思います。かなり足の先までね、暖かくなると思います。で次はですね、なかなか背伸びができにくいと思います。手を上げます。
手を上げた状態だと背伸びじゃないので、ここから高く伸びます。ちょっと足開いた方がいいですね。高く伸びて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 戻します。今度は反対です。反対もこう上げた手を伸ばします。伸びて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 ぐーっと伸びます。 OK。 これは左右1回ずつでいいと思います。あとはだんだん疲れてきますので、また座ってみたいと思います。座りましたら、今度は座ってできる足の運動をします。まず足を軽く開いて、あまり大きく開かなくていいです。捕まっていただいて結構です。つま先だけ上げます。上げて下ろす、上げて下ろす。簡単なようですが、これとてもいい動きです。これ10回程度行ってみてください。この反対は、反対をやるときは足を手前に引いてください。引いた状態でかかとを上げます。下ろして上げて下ろしてといきます。ふくらはぎが動いていることを確認してください。次は足を伸ばしてみます。足を伸ばします。膝を伸ばして足を伸ばしますが、足と足はくっつかないで少し離します。離した方が大変なんです。なので運動効果を上げるために、少しでいいのでくっつかない程度に離します。この状態で10数えます。1、2、3、4、5と数えて10ぐらい数えます。背中はくっつかない程度にしておきます。下ろします。太ももが熱くなったり暖かくなったとか、何か感じていただければ効果があったと思われます。次にこの同じですが、今度はこの足を上げた状態でつま先を伸ばす、戻す、伸ばす、戻す。ゆっくりです。1、2といきます。これも10回程度やっていただきます。で、ふくらはぎが伸びたよ、なんかピンとしたよって思ってもらえればいいですね。効果がありますね。ふくらはぎは第二の心臓と言われてまして、足の血液の流れを良くする働きがありますので、ここが肝心かと思います。で、膝の悪い方いらっしゃるかと思います。膝の悪い方におすすめなのが、ここの先ほど言った足動かしたら暖かくなるかもしれないといった大腿四頭筋という筋肉がありますが、この筋肉を鍛えることによって、膝のお皿ですね、膝自体を周りに囲んでいる靭帯を強くすることができます。これが膝を伸ばして、この状態でつま先は自分の方です。お腹はへこめて背中はついてません。これで10数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で下ろして、これが1回です。これを自分でできる限り、デイサービスではこれを5回、結局50数えますね。50数えて1回終わったところで一休憩します。でその後また5回やります。休憩します。5回やって終わりと
という感じでやっていきますが、膝の痛かった人が徐々に膝の痛みが少なくなってきた、良くなってきたという訴えが聞かれます。これは整形外科のお医者さんも勧めている外大四頭筋訓練という特別というかとてもいい運動なので、できればお家でテレビを見ながらでいいです。テレビ見ながらやってるとすぐ忘れるんですが、コマーシャルになったらやってみてください。でまた始まったら下ろしても構いません。いつやってもいいです。朝昼晩とやっていただいてもいいです。思い出した時にやってみてください。で最後にご紹介したいのが、順序はいろいろ不動で申し訳ありませんが、今度は普通に椅子に捕まってみてください。ここで少し足を開いてつま先を立てます。失礼、かかとを立てます。下ろします。1、2、3といきます。これもふくらはぎがピーンとなることを自分で確認して、ピーンとなってたら伸びてるなと思っていただいて、っていうようなところでいくつかご紹介しましたが、できることを少しずつ毎日できれば行っていただければ、ちょっとでもやっぱりうちでやってらっしゃる方はなんとなくいつまでも元気で歩いていらっしゃるとか、目標は100歳までご自分の足でトイレに行く、それが一番目標かと思います。ご飯は食べさせてももらえますけど、やっぱり寝たきりでトイレに行けないのは悲しいと思います。いつまでもご自分でトイレに行けるように少しずつやっていただけたらいいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。